石浦神社は、石川県金沢市本田町に鎮座する神社。旧社格は、県社。総建寺の名称は、三和神社。縁起式神明町加賀国加賀郡の勝者、三和神社に否定される、式内社論社で、金沢市最古の神社であるともされる。越前国加賀郡に住む三輪の宇治湖が、奈良時代に居住地に写真を建て、大和国大神神社の神霊である。 大物主大臣を勘定し、三輪神社と合したのが起源であるとか、聖武天皇の天平を11年5月に直を持って創建したとか、花山天皇の直をもって創建した、あるいは養老年中に、松浦氏の女性が、大和国の長谷観音を勘定して創建した加賀石浦の長谷観音堂が前身であるなどと伝承されている。このように諸説があるが、古来より、加賀軍、 石浦号七家村の僧者として、数形を集め、縁起のせいで、加賀郡十三座中の、三輪神社に列した、式内者であるとされる。やがて本寺衰着説による、神仏集合の思想が起こるに及んで、当社に誕生した、大物主大臣が、大見国日吉神社の神と同体であるので、当社を、石浦三郎あるいは、地主権元と称した。また、 大宮神社の神宮寺である、大宮寺の本尊が十一面観音である関係から、本社の本寺仏も十一面観音とし、大和国波瀬観音とこし、寛永年間末には、波瀬山寺公院と改め、別当社層が奉仕していた。創建当初の社地は、下石浦村の地で、江戸時代の藩市の定地の一区域とも、西外宗構前堀り部のうちの藩市高畑岩見、 守るの宮廷があったとも伝えられ、室町時代にはここに大きな社殿があった。天正八年、佐久間森政が、加賀一向一期の拠点である金沢五房を攻略した時、陛下に合言とごとく消失した。その時、身体と仏像を合祀していたが、本自仏十一民観音は小立野の山崎村の、あたごに安置し、その後、宇多山の観音院に移した。 慶長六年、加賀藩二代藩主、前田利長から本田町に、社地六百余府を賜り、翌年三月二十九日、一行一騎の狩猟であった、山本若狭守陰が拠点としていたと言われる上、石浦村の旧石浦鳥で跡地に社殿を再興し、ようやく石浦村に来座した。現長年、この地位が、半道本田康、某主、正重の下屋敷となった際に、 聖地内に編入された。官方3年12月には、社地170歩が加増され、774歩となった。国事雑賞書集の官縁2年2月、事故院より報道寺宛ての文書には、当社社三王恩元総本寺、薬師如来、客人大名人本寺十一面観音、死姫宮本寺如遺林、観音、右の三尊者王古典平年中より安置志向とある。 宇治湖地域は、石浦号七河村で、現在の武蔵が辻付近から、西川の砂岩に至る広大な地域であった。このように、当社は、金沢上地の産砂の神として、また城の鎮守神として、歴代の加賀藩主の数形も厚く、二大藩主理長は、社殿を再建、五大藩主後期の時は、西女の出産に再始安山を祈願し、以来安山の神としても人々から厚く、 信仰されている。反応五万国の本田氏も、当社が、元は、下屋敷地内にあったために寄祷書と、なし、初代正重が、寛永18年3月に200両を当社に寄進したのを、はじめ、二代正永六代正幸八代聖霊らが、社殿の再建、造営を行うなど、同家から、格別の数計、放送を受けている。元来、当社は、 三輪神社として、大三輪神社の主催神、大物主大臣を放祭してきたが、本事物である十一面観音に圧倒され、自己院の俗称により、世人からは、寺院として知られ、三輪神社の社号を、戦勝して、式内社にしようとする神社も出現した。しかし、当社が、演技式内社三輪神社であることは、女王2年6月26日書社の、加賀国式内東急社記に、 三和神社、四季内一座席、浦後石浦村鎮座所、石浦三能石浦号七家村、相者今属石川軍なりと記されていることからも、明らかであるとされる。旧藩時代、石浦三能、地主権限、自公院などと呼称され、親しまれてきた当社も、明治維新の神仏分離令により、明治元年12月、宇治古地の石浦の合名を取って、石浦神社と改称し、 同13年9月、下本田町から広坂通り112番地の現住所に移転した。年間50を超える祭りがある。また、2020年の節分前夜祭りには、石浦神社と同姓の大相撲力士石浦が招かれている。参道横には1921年に石浦神社の石碑が建てられた。2021年、 石浦神社の石碑の隣に創建寺の名前を刻んだ三和神社の石碑が建てられた。101鳥居石浦神社では、境内北側に101機の鳥居を2019年に混流した。通称は101鳥居で、令和開元と新天皇徳神の即位を記念して、同年7月から半年かけて整備された。散策道は約50メートルあり、夜間には、 ライトアップもされる。これがインスタグラムなどの SNS での話題ともなっている。ありがとうございます。